五冠末期、混迷の時代に三人の英雄が現れた。剣豪の曹操、豪気の孫権、体徳の劉備、おのおのは大志を剣となし、乱世に名を轟かせた。やがてその強き輝きゆえに三者は対立、大陸は三つどもえの戦乱に大きく翻弄された。乱世は混沌を生み、混沌はさらなる混沌を生ず、世の乱れに乗じて復活した黒き暴風呂布、その破壊への衝動は大陸を席巻、無双の防衛を欲しいままにした。だがその最強の武は、手を携えた英雄たちの結束の刃によってついに打ち砕かれる。共存を訳した英雄たちのもと、乱世は収束した。しかし、すでに新たな脅威が帯同していた。